脳を鍛える大人の DS トレーニングは、任天堂 t 開発、発売の任天堂 d s 専用ゲームソフト。略称は、脳トレ。副題も含めた正式タイトルは、東北大学未来科学技術共同研究センター、川島竜太教授監修脳を鍛える大人の DS トレーニング。ジャンルは、脳活性化ソフトで、タッチ・ジェネレーションズシリーズの一つ。副題にある通り、 東北大学未来科学技術共同研究センター、教授、医学博士の川島隆太が監修している。ゲーム中には、川島本人がポリゴン化したキャラクターで登場しており、プレイヤーに様々なアドバイスをする。2014年6月4日には、Wii U 用バーチャルコンソールとして6月30日まで期間限定で無料配信され、 2015年8月5日より680円で正式に販売が開始した。本作は任天堂 d DS を縦に持ってプレイする。簡単な計算問題や音読などをして脳を活性化させる。また、それを繰り返し継続して行うことによって脳をより強く活性化させる。4人分の記録を毎日残すことができ、経過をグラフにして比較表示できる。 記録は1年分残すことができる。毎日トレーニングでは種目によって、タイムアタック形式、点数形式、正解数形式の3種類があり、トレーニング終了後に、成績の評価に応じた階級が出るようになっている。これは、早いほど高成績を表しており、良い順番に、ロケット級、飛行機級、新幹線級、自動車級、自転車級、と歩級の6つに分かれている。 なお、これらの絵は、タッチすればそれぞれ音が鳴るようになっている。各トレーニングは、毎日のプレイのうち、初回のみが記録される。1日に1つでもトレーニングをすると、カレンダーにハンコを押すことができる。最初にできるトレーニングは、計算20、計算100、名作音読の3つだが、ハンコがいくつか貯まると、新しくプレイできるトレーニングが増えたり、 難しい問題に挑戦できるようになる。なお、トレーニング以外にも、ンコがたまると、ンコのデザイン変更できたり、教授語録を見ることができる。以下のチェック項目のうち、ランダムに3つが出題され、自分の脳年齢を診断することができる。開始前に声を出せるか否かを問われる。トレーニングとは別に、唐突にクイズを出される場合がある。個人デートのないゲストプレイヤーでも、 大まかなチェックやトレーニングを試すことができる。通信機能任天堂 d s のワイヤレス通信を使い、体験版配布や通信対戦ができる。ゲームの開発には、対策ゲームなら、最低でも数十人で1年以上とかなりの費用が必要とされるが、今作においては、実質十数人のスタッフで、3から4ヶ月という少人数、短期間で行われ、 価格も他のゲームソフトと比較して安価となっている。口コミや報道などによって発売以降注目を集め続けており、主に首都圏の FM ラジオ局 JWave の番組ブーンタウンや日本テレビ放送も系列の中京テレビ放送の番組中京テレビニュースプラス1で紹介されている。その後、2005年の9月には、 お年寄りへの敬老の日のプレゼントとして選ばれるという従来のゲームソフトでは見られなかった賃現象が起こる。発売初週は5万本弱を販売した後も順調に販売本数を伸ばし、9月には週3万5000本を超え、売り上げは発売4ヶ月で30万本を売り上げる大ヒットとなる。その後も売れ続け、発売から6ヶ月後の2005年11月には、 累計70万本を突破。年末のクリスマス商戦で累計100万本を突破し、ほぼ同時期に DS 本体も売り切れるという大ヒットにつながった。実売本数は国内で400万本近くにまで達しており、タッチパネル、音声認識機能の搭載という任天堂 d DS の利点を大きくアピールする作品として、DS の普及を牽引するキラーソフトの一つとなる。 その人気から、ノートレという言葉が流行語として認知され、2006年の新語、流行語大賞トップ10を受賞した。エンターブレインが企画するファミツーアワードの第1回では当作品が優秀賞のオールジェネレーション賞を 3D モデルになった川島教授がゲームキャラクター大賞を受賞している。本作のヒットはゲーム業界にも多大な影響を与え、 似たようなコンセプトを持つゲームソフトが各メーカーから発売されるようになり社会現象になるほどの人気を起こした。本作が脳の老化を防ぐという科学的根拠に関しては疑問が提出されている。イギリスの科学雑誌ネイチャーアンロス・イアンスで2007年に掲載されたエディトリアルにおいて脳機能を向上させるという科学的根拠が乏しいにもかかわらず 人気を集めている商品の例として、このソフトが、数読や、クロスワードパズルなどと共に挙げられている。しかし、川島らのグループが2012年に、プローズワンに発表した論文では、4週間にわたって、このソフトをプレイした高齢者では、対象群と比較していくつかの認知機能検査の、得点の向上が見られることが示されている。 ニンテンドは、さらに多くのトレーニングを、という要望に応え、第2弾として、東北大学未来科学技術共同研究センター、川島隆太教授監修もっと脳を鍛える、大人の DS トレーニングを2005年12月29日に発売し、こちらも発売から半年で、実売本数200万本を突破し、500万本を超えている。2006年4月17日には、 ブレーンエイジ、トレ,インユレーン・ユア・ブレイン・イン・ミニッツ、AD が北米で、同年6月9日には、ドクター・川島、S ・ブレイントレーニング、How Old Is Your Brain がヨーロッパ、6月15日には、オーストラリア・ニュージーランドで発売された。なお、海外版では、ペンシル・パズル、数読が搭載されている。2008年12月24日に、 ダシー専用のダシーウェアのソフトとして、ソフトを差し替えせずに、いつでもどこでも、ちょっとずつ脳を鍛えることに開発した第三弾として、東北大学カレー医学研究所、川島隆太教授監修ちょっと脳を鍛える、大人のダシートレーニングを、文系編と理系編の2つのバージョンで配信し、トレーニングと脳年齢チェックのテストが異なって、新作と過去2作のものが収録されている。 また、2009年4月22日に、ニコリ制作の問題全116問を収録した、数読編が、配信開始された。2012年7月28日には、任天堂 3DS 用ソフトとして、シリーズ第4弾の、東北大学カレー医学研究所、川島隆太教授監修ものすごく、脳を鍛える5分間の鬼トレーニングが発売された。 2019年12月27日には、ニンテンドースイッチ用ソフトとして、シリーズ第5弾の東北大学カレー医学研究所、川島隆太教授監修のを鍛える、大人のニンテンドースイッチトレーニングのパッケージ版の発売とダウンロード版が配信された。ありがとうございます。